パワーカップ。ありがとうございます。大ちゃんです私は。はい、ありがとうございます。あのね、大ちゃん、大ちゃんこと私なんですけれどもですね、アルテとはもう、でももう何年ぐらいになるんですかね、 4,5 年は経つんですかね、初めて来て5年目ぐらいですかね、2人とも東京から来たんですが、マル君はね今回初めて沖縄に連れてきましたけれども、アルテさんとはですね、アイオラーザキャラバンというグループで、私がボイスを担当しておりまして、アイオラがね連れて、最初連れてきてくれたんですけども、まあ、その時は、あんまり僕は歌は歌っていなくて、まあ、アイオラってねメインで彼らが歌ってるんで、後ろでゴニョゴニョ、ゴニョゴニョしました。そう、ゴニョゴニョ係なんですが、今回はですね、ちょっと自分のユニットでね来させてもらったんですけども、ゴニョゴニョを一人連れてきましたから、もう一人ゴニョゴニョですね。僕がここではゴニョゴニョです。そうですね、はい、体が大きいんで最初皆さんね怖がるんですが、大変優しい人でございます。あの、まあ、ボイスパーカッション、ヒューマンビートボックスとかね、はい、いろんな呼び名がありますけれども、はいはい、まあ、呼吸を使って息を使って、まあ、パフォーマンスするということで、パーカッション以外のこともね、はい、このユニットではやってくれてるんですけど、ブレスという息という、ね、パート名で、本人活動してますんで、そのように紹介したいと思います。ブレス、マル、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですね。僕はあの今回4日間、はい、丸々4日間大体滞在させてもらってるうちの、はい、まあ、1日はあのいろいろありましたけど、はい、半分以上はここにいますね。そうそうそう、初めての沖縄でそういうことになりますね。すっかりすっかりですよ、ありがとうございます。さあ、僕をここに連れてきてみました。皆さん、まあ、今はもう自分で言っちゃいましたけど、ご存知、はい、ボイス伊藤大輔。ありがとうございます。まあ、社会的なね3人も言ってましたけれども、あの初めて来た時からすごく一瞬でこうなんか特別な場所だなと思わせてねもらえる場所なので、あっては、まあ、宮子さんも新次さんも僕はもう本当に沖縄の両親のつもりでいつも、帰ってきて、自分の実の両親よりも僕のことを心配してるんじゃないかと思う時があるんですが、それは僕が心配になりますけど、ね、そうですか。そうです。実の両親もちゃんと心配してくれてるんですけど大丈夫です。はい、なので、すごくちょっと久しぶりにね来れたんで嬉しいんですが、昨日ねライブだったんですけれども、もうね今日もまた来させてもらって、はい、歌わせてもらえるとっても嬉しいんですけど、早速じゃあ1曲ですね、やってみたいと思います。シャカレキ もう3人っていう人数でもアカペラの中では少ないですよね、コーラスグループっていうとまあ5人とか6人とかっていうのが多いんですが、彼らは3人でやってまして、我々はよりメンバーが集まらなかった、ね、2人でそういうわけじゃないんですけど、まあ、2人でやったら面白いかなと、思ってですね2人でやってるんですが、1曲じゃあやってみたいと思いますが、ジャクソン5というマイケル・ジャクソンがいたグループの曲でございます。ロッキン・ロビンというね曲を1曲やってみたいと思います。
The sun is always setting and bless my soul. He out from the bones of the holy old. He rocks in the trees all day long. Hopping in a bopping and I sing a new song. All the little bunnies are telling you the street. Love to kill a loving soul. Go. やってしまえばこっちのもんです。そうですね、はい、ありがとうございます。ピースオブケークというねユニットでやってるんですけども、ピースオブケークとしては、まあ、今言いました通り昨日初めてのね沖縄だったんですが、はい、来年春から、ね、春から、4月からですねちょっと長いツアーを企画していまして、はい、その名も47都道府県ツアーというこれ発表するために名前がちょっとずつ変わるんですけど、うん、47都道府県、完全制覇ツアーですね。まあまあまあそうですね、はい、完全制覇ですよ、はい、もう47の都道府県をもう全部一つ余すとこなく回っていくというツアーですね、うん、そうですね、はい、まあ車で回るんですけれども、うん、沖縄もさすがに車では来れませんけど、ね、沖縄にも来たいと思ってまして、はい、まだね日にちが確定してないんですけど、うん、6月の上旬ぐらいには、はい、多分沖縄に来ることになると思いまして、またね、もちろんある程にお願いしようかなと思ってるんで、またぜひぜひぜひね、昨日今日いらっしゃる方は昨日は多分ね一人もいらっしゃらないと思いますので次の機会にぜひぜひまた聞いてもらいたいなと思うんですけど、まあ基本的には英語の曲が僕らレパートリーにしてるものが多いので、皆さんねなんか日本語のオリジナルを今日たくさん聞けたのですけども、あんまり日本語のオリジナルがたくさんねあるわけじゃないんですが、次も英語の曲を1曲やるんですけども、これはまあ僕らのテーマソングとして僕が書いた曲で、Be on B というタイトルの曲なんですが、しゃかりきのカニさんがタイトルをねつけてくれまして、先ほどの、まあ僕ら息と声2人でやっているこのユニットのテーマソングでございます、ではその Be on B という曲を、やってみたいと思います。
No need to care about TBO. Release yourself, believe yourself. So just in living on. I wait for this. Welcome to Wonderwall. You know what? And then see, this is where I kiss. No, always better than a kiss. I wait for this. Welcome to Wonderwall. You know what? And then see, this is where I kiss. No, always better than a kiss. Kiss the beat, we get on the beat. Everything's a BOC. Just we are the BOC. しました。忙しいですしょうがないこれ2人でしょうがないよねしょうがないそうなんです、そうですね、まあ、基本的にまあ、ね、あの世界最小なんて言ってくれましたけど、はい、まあ、しょうがないこれ1人になったらアカペラグループじゃないですから、ね、アカペラマンですから、ね、そうですね、そうです、2人がギリギリ最小なんですね、はい、言えると思うんですけどもね、B4B お送りしました。まあ、あの僕らの、ね、コーナーのあまり時間を使うのもあれなので、はい、あと1曲、はい、やらせてもらいたいんですが、この曲はですね、僕はもう 7,8 年前に書いた曲で、一人で歌ったりもしますし、いろんなところで歌う曲だったんですけど、ピースオブケークっていうね、僕ら二人組の名前なんですけど、この曲のタイトルからユニット名を取りました、うん、A Piece of Cake というねタイトルの曲なんですけど、まあ本当にこれ書いた時はですね、まあ、本当にいろんなうまくいかないこととか嫌なことっていうのがどうしてもまあ続けてるとね必ず起きるなーなんて思っていて、うまくいかせよう、そうやってねうまくいったらそれはそれに越したことはないし、そこを目指すんだけど、まあやっぱり続けてれば必ずそういうことも出てくるよなと。でもなんかうまくいかせることもちろん大切なんだけど、もしかしたら続けるっていうことを考えたら、うまくいかないこととか嫌なこととか、なんか想像もしないようなトラブルとか、そういうのがあった時にやめずに、こう心折らずにもう一回明日続けられるかっていうことがすごくなんか大切なんじゃないかと思ってですね、その時にまあね、その一回失敗したらもうダメだなとかってあまり真面目に考えるよりは、まあ、失敗しても次は楽勝だよなと、もう全然根拠なんてなくても次はきっと大丈夫って、そういうふうになんか思える、まあ、癖じゃないですけど、そんなふうに思えたら、うまくいかないことがあってもね、やめずになんか続けていけるんじゃないかなと思って、なんかそういう気楽な気持ちになれる曲を書きたくて書いたんですけども、 A Piece of Cake というその英単語というかね、英語のこれは慣用句で、この言葉自体が楽勝だねという意味の英語なんですね。なので、まあ、It's a Piece of Cake って、どんなにうまくいかないことがあっても次は楽勝だと、思いたいなという意味で書いた曲なんですが、この2人のユニットも一見やっぱり、まあ、2人でねアカペラをやろうっていうのもなかなかこうわざわざ2人でっていうか ね、うん、そうだよね、まあ、しゃかりきもまあ3人で少ないですけど、5人6人集まってやればそれはねアカペラグループとしても、ね、楽しいし、楽しいしっていうか、これ2人が楽しくないわけじゃないですけどと普通の人は思うでしょうけどね、アカペラグループを作るときに、まあ、だから2人でやるって言うとね、いろいろ難しいだろうと思われがちですし、うん、僕らも実際やったことなかったじゃないですか。そうですね、ね、やる前にもちろんユニット名考えてますから、うん、楽勝かどうかなんてわからないわけで、うん、まあ、でもなんかそういう難しいく思われがちなこととか、うん、自分たちでこれは大変だろうなって思うようなことを、うん、まず自分たちで楽勝と言ってみようという、ね、そうですね、そんなイメージでこのユニット名ピースオブケークってつけたんですね、はい、うんうん、だこの曲のタイトルがぴったりだねとマリ君が言ってくれましてね、それでこのユニットの名前にピースオブケーク決まったんですけど、まあ、その由来になった、その曲を最後にでは、ね、本当になかなかこの飛び入りっていう日はこんなに喋る人もねしゃかりそうですけど、基本的にはそうなんです、ね、演奏しに皆さん来るんですからね、あれなんだと思って すいません、勝手なことをねたくさんしゃべってますけど、そして次の曲もねなかなかに忙しいんですよ僕。そうですね、であのパーカッションとベース僕同時にやってるんですけど、基本的に、はいはい、次の曲もやりますけども、はい、とてもパーカッションを入れることが忙しいので、はい、できれば皆さんのパーカッションをお借りしたいということで、クラップなんかで参加していただける僕が非常に楽になりますので皆さんぜひよろしくお願いします。やっぱまあその瞬間瞬間ね、ライブというのは会場全体で何か作るものだ、はい、よかったら一緒に音楽を作ってもらいたいなと思います。では A Piece of Cake、はい、やってみたいと思います。
お邪魔しました。